お部屋をおしゃれにしたい方、こちらのフランスゴムの木はいかがでしょうか。本日はフランスゴムの木、フィカスルビキノーサの魅力とその育て方についてお話ししていきます。フランスゴムの木の魅力はですね、やっぱりこの樹形がとても魅力的な特徴的なものが多いところが一番いいところかなと思います。で、同じように樹形がかっこいいもので、よく僕がおすすめしているのがシェフレラになるんですけど、シェフレラは結構 1.5 メートルとか2メートルぐらいの大きいもので樹形がいいものが多いんですけど、1メートル以下のものでしたらフランスゴムの木の方がですね、結構特徴的な樹形のものが多くて、すごく魅力的なものがいっぱいあるかなという印象があるので、大きいものは買えないんだけど、ちっちゃいもので枝ぶりのいいものが欲しいという方はですね、こちらのフランスゴムの木を探してみてはいかがでしょうか。で、今こちらに用意しているものは結構直立型で普通の樹形をしてるんですけど、結構ですね、探すと曲がりの入った樹形のものですとか特徴的なものが多いので、ぜひそちらをですね、お探しいただければと思います。で、もう一つですね、フランスゴムの木の面白いところがですね、名前の由来なんですけど、フランスゴムの木なので原産地がフランスかと思いきやですね、実は原産地がオーストラリアらしいです。で、これなんでかっていうと、フランスゴムの木を最初に発見した人がフランス出身だからみたいです。ということで、フランスゴムの木の育て方なんですけど、ベストな日当たりは直射日光が入る窓にレースのカーテンを引いた柔らかい光が当たるところに置いてあげるのが一番いいです。とはいえですね、耐陰性はあるので日陰に強い性質がありますので、窓から離れたところでも十分育てられる樹種になります。ただですね、少し暗すぎるかなっていうところで育てる場合は、室内の照明ですね、 LED 蛍光灯、それからスタンドタイプのライト、これをですね半日以上当ててあげるとなおいいかなと思います。で、水やりなんですけど、日当たりがいいところで育てている場合は土の表面が乾いたらお水をたっぷりとあげてください。で、日当たりが悪いところで育てている場合は鉢の中の土がしっかり乾いてからお水をあげていただければと思います。ただですね、水切れしすぎると結構落葉させるところがあるので、なるべくですね、あんまり乾かしすぎないのも一つのうまいやり方になるかなと思います。で、冬場ですね、結構フランスゴムの木は耐寒性といって寒さにすごく強いところがあるので、結構耐えてくれるかとは思うんですけど、5度以下になってしまうとちょっと弱って枯れてしまうことがありますので、念のためですね、窓辺、1月2月の真冬、窓辺で置いて育てている場合は夜間ですね、冷気が入ってきてその冷気でやられてしまうこともありますので、窓から少しですね夜間だけ離していただくといいかなと思います。あとは冬場の水やりに関しては、冬場少し水の吸い上げが悪くなってきますので、暖かい時期よりは水やりの期間を少し空けてお水やりしていただければと思います。ということで、フランスゴムの木の花言葉は永久の幸せです。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。